プラチナゲームズチーフコンポーザーの山口博史と申します。ワンダグリーンではありません。はい、私はですね、2004年から、この仕事をずっと続けておりまして、初めて携わったのはオオカミという、まあ、弊社のタイトルではないんですけれども、ゲームで音楽制作をやらせていただき、プラチナゲームズに入ってからベヨネッタシリーズ、マックスアナーキー、それとザ・ワンダフル101、ね、あとスターフォックスゼロ、ガードなどの、楽曲制作などを、担当してまいりました。ザ・ワンダフル101では、リードミュージックコンポーザーという形で、主要な楽曲の作曲であったり、それと、まあ、その他のコンポーザーへのディレクション、さらには、実際にゲームに実装して、音楽でゲームを演出していくっていう仕事も、担当しました。これはあのプラチナゲームズからではなくて、その前、クローバースタジオという会社に僕が在籍していた頃からの付き合いになるんですけれども、神谷ディレクターとは、狼から、彼の作品はおそらく全部やっています。稲葉さんも、同様ですね。稲葉さんに、初めてですね、曲のチェックをされた思い出があるんですけれども、それが確か2005年の狼の東京ゲームショウのトレーラーの時だったと思います。あの時に音楽が今回はいいねと言っていただいて、ついていこうと心に決めまして、今に至ります。そうですね、約120曲という数字だったと思うんですけれど、そのぐらいの曲数があります。まあ、ただプラチナゲームズで作ってるゲームと他のゲームと比べると、まあ、それほど差はないかなという感じですね。ベヨネッタの方がもっとさらに多い数です。まあ、というのもですね、まあ、うちの神谷ディレクターなんかは、やっぱ一つ一つのシーンをすごく大事にして制作をするので、僕たちもそれにできるだけ応えたいっていう気持ちで、そのシーンそのシーンに応じた楽曲っていうのをこう作っていくと、気づいたらこのぐらいの曲数になってしまっていたっていうことが多いですね。チームに入った時に、神谷ディレクターといろいろ音楽の方向性について話し合ったんですけれども、その時に、神谷ディレクターの方から、まあ、このゲームってすごく画面はコミカルな画面なんですけれども、シナリオとか世界観というのは非常に重厚なものになっていて、それを音楽で、表現してほしいというように指示をもらいました。まあ、プロローグやエピローグで流れているテーマソング、戦えワンダフルワンダブルオーなんですけれども、これは実は一番最後に出来上がった曲です。まあ、神谷ディレクターとこのテーマソングについては開発の初期からずっといろいろな話をしてきてたんですけれども、まあ、神谷ディレクターの方もかなりいろいろ悩まれたようで、まあ、80年代風のサウンドにすべきか、70年代風のサウンドにすべきかなど、結構最後まで方向性が定まらずにいました。で、最後の最後に、60年代風でいこうと。ただ僕がですね、1979年生まれなので、60年代と70年代の違いが、全然わからなかったんですけれども、まあ、亀ディレクターが それを見かねてですね、僕に参考曲を送ってくれたんですね。で、それが、キャプテンウルトラという、特撮番組の、テーマソングだったんですけれども、たまたま、僕の、作曲の師匠である富田勲先生の、作られた曲だったっていうことですね。非常に運命を感じました。まあ、その曲を聴きながらですね、60年代っていうのを自分なりに解釈して、最後にですね、特徴的なオルガンのサウンドを、神谷のアイデアで、入れることになり、ああいった形、テーマソングが、出来上がりました。
ワンダブルワン。